社会の世論の重み、そうしたものをしっかりと彼らに感じてもらって、その上で、今後ありうべき和平の形というものを探る、こちらが重要ではないかと。ロシアに対して強いメッセージとするためには、より多くの国が足並みを揃える必要があると考えています。あらゆる機会を通じて各国に協力を求めていきました。中でもその姿勢が気がかりだったのが、アフリカを代表して安保理に参加しているモザンビークです。ロシアは軍事や経済での支援を通じてアフリカ諸国に接近している国です。去年現在ロシアを非難する決議をアフリカ諸国は相次いで棄権、ウクライナ問題とは距離を置いていました。参加したのは75カ国。法の
because they interpret the international law one some cases this way and in other cases the other way. ロシア軍に迫る NHK 25日夜10時。